ミヌ王は、美達天皇の後裔で、四位、クリクマ王の子。カニは、十四位した、ジブ教。表記については、六国史にて、渡る務王、ビギャツ王、ビーシユミ王、ミノ王など様々な記載がされており、人物否定にも問題がある。各種史書において、いずれも美達天皇の後裔とされるが、その系譜に関しては、イカ相違がある。 天武天皇元年6月に人身の乱が起こった際に大友も子側の大見朝廷の命令を受けて軍病を挑発するために佐伯男が畜紫に下校してきたが畜紫打罪、栗熊ク,クの王は外敵への備えを理由に挑発を拒否した。佐伯男は命令に従わない場合は殺すようにも命じられていたが王の二人の息子である美濃王と武家王が立ちを帯びて 近くに自していたために任務を果たすことができなかったという。天武天皇11年天皇の命令を受けて、川島美子らと共に、定期及び上古における事柄の記録、皇帝に従事した。自頭天皇8年畜田在立に任せられる。大法元年、大法律令の施行により、異界性が定められると、聖護医下となり、同年作り大野佐市長官に任せられる。その後、 左京大部、摂津大部、事部教などを歴任し、以下は14人下に至る。和道元年5月30日即興、六国史による、ありがとうございます。